アラペコアザラシと申します。信長の野望新生 PK、 難易度は超級、シナリオは桶狭間、選択大名は南部、第38回を始めさせていただきます。前回は武田勝頼が降伏勧告を受け入れ、武田の家臣団を吸収したところで終了となりました。それでは今回どのように進んでいくのか、お時間ございましたらぜひお付き合いをお願いいたします。さて、それでは織田家との停戦があと29日ということでございます。で、こちらですね、金銭7600の収入なんですが、こちら制作今このようになっております。満月の移行はレベル2まで、で陳州府将軍の旗、こちら行軍速度をね早める、まあ波岡家のまあ固有政策なんですけれども、こちらの方をですねレベル2にしております。であとはね正直変わってないです。小仁田大敗部もレベル3で止まってますしね。まあちょっとやっぱ金銭をねちょっとね、まあ金銭収支をねちょっとね、まあプラスに大きく残しておかなきゃいけなかったっていったところがございます。でその理由なんですけれども、こちら鹿島神宮レベル2までいたしました。で関東の城31個の試合、これも達成しているので、まあいつのタイミングになるかわからないですけど、レベル3のね名所再建もね近いんじゃないかなと思います。これでまあ無理やり韮山城を取ったりしましたけれども、鹿島神宮レベル3まで行けばかなりね攻城戦とかね合戦において有利じゃないかなと思いますね。であとはですね、こちら万願寺全城の統率のね特性レベルプラス1っていうところまでいたしました。で下野の城4個の開発率が 90% 以上ということでね、ちょっとこの金銭収支をね大きくプラスに残しておいたのはね、ここがね理由だったんですよ。なのでもうね烏山城だけなんですよね。あと、あ違う、 92% いってますね。大田原か、大田原城だけ 88% なんですが、まあ見ていただいて分かる通りね、こちらね国高増強とかやっておりますので、遠からずこちらも達成することになるかと思います。一応現状としてはそういったところです。で足利学校ですね、こちらもね掌握90% 以上の条件は達成してるんですが、なぜかねちょっとねまあ未掌握っていうかね再建のねお話が来ないので、ちょっとねこちらの方も早めにやっておきたいなとは思ってるんですがっていったところですね。では論告交渉やっていきましょう。戸沢さんにお渡ししときましょう。で感情需要、いやーもう内政ばっかりこの1年ほどやっといたのでね、ちょっと内政の感情が溜まってますね。いやーでもこの後、この後は織田家との合戦なので、いやー厳しい戦いになるでしょうね。今現在の織田家の様子、もうこんなところですからね。九州の北半分を手に入れて、畿内、まあもう西国にはね敵なしといったような状況になりますので、まあ我ら南部家もね東北を抑え、そして関東を抑えてるとは言っても、やっぱりかなり厳しい戦いになるんじゃないかなと思いますね。多分こちらが息切れして停戦をしてっていうような状態になっちゃうんじゃないかなと思っております。で場合によってはねちょっとね、まあクリアするまで多分合戦は鹿島神宮の効果もあるので、我らがねかなり有利なんじゃないかなと思っております。でその鹿島神宮の効果もあって、合戦に勝利することを重ねたとしても、マップ戦闘でねどうやっても負けるんですよね。こちら織田家がね維新1700ということでね、我ら南部家は1000っていうことで、でしかもね朝廷の官職がねもうもらえないんですよね。就任できる官職がありませんということで、これ以上威信を上げる術がないっていうことで、それを考えるとねちょっとかなりマップ戦闘が厳しいんじゃないかなと思いますね。さてそれでは陸上から南部春政さん出撃していきましょう。狙うは小諸城ですね。ここ城が密集してるので、威風中もしくは今日発生させることができれば結構ね
ダッシュすることができるんじゃないかなと思いますね。それにこの諏訪大社ですね、こちらの方もね早めに取っておきたいなっていうのもありますのでね。まあ広告時狙ってもいいんですけど、ちょっと110日なのか。広告時できれば早めにね濃尾の方を抑えたいんですよ、やれそうであれば。でそのためにはやっぱりね小諸から中山道を通って行くのがやっぱ一番早いかなって思うので、小諸を狙っていきましょう。で100日かかりますのでね、もう出撃いたしましょう。で上杉謙信、謙信ももちろん出していきましょう。でこちら小諸城90日出していきましょう。では進めていきましょう。では丸森から柿崎景家、で加瀬さん、加瀬さんも混乱要因として出していきましょう。では進めていきましょう。で郡西山城から伊達春宗さん出していきましょう。で小高城から安藤千佳さん出していきましょう。これで 1,2,3,4,5,6 部隊で、いつもの通り小野寺さんと北信親という混乱要員も連れていきましょう。では小野寺さんも出撃です。小諸城で北信親さんも出していきましょう。小諸城で、あと上位集落が溜まってますね。あ、足利学校に絡むかもしれないので自社建設はやっていきましょうかね。承知しましたぞ。で、あとはお金も貯めときたいのでちょっと様子を見ましょう。本当はやっていきたいんですけどね、ちょっとね、ちょっとお金貯めないといけないですからね。名所再建のね都合もありますのでね。よろしいでしょう。はい、織田家のところに攻め込んでおりますということで、準備を万端整えよ。これで万願寺、うん、下野家の城4個の開発率 90% 以上、4個、これも達成しましたね。であとは集まってる部隊、1部隊2部隊3部隊、こちらで見た方が早いか。勢力織田家部隊で小諸を目指してるのが 1,2,3,4,5,6,7,8 部隊。この8部隊、これ織田信長127日はちょっと無理でしょうけど、この78日ぐらいまではちょっとね巻き込んでいきたいですね。陳州府将軍の旗の効果でね、かなり足が速くなってますからね我らね。そしたらちょっとずつお金貯まりそうなので 1,2,3,4,5,6 上位集落立てていこうかな。6,000円減っちゃうな。次の月まで待ちましょう。いやでも次の月まで待つぐらいだったらやるか。でとりあえず勲功稼がせるために組頭にねやらせていきましょう。承知しました。結局この1年ぐらいはね内政にね注力しちゃったのでね、わかりました。全然勲功も稼げてないんですよね、内政官ぐらいしかね。承知しました。いやお金がなくなったな。マジか、空じゃないか空だよ空。では進めていきましょう。引くしか手はないか。おっと、どういうこと。小田原、もともとこれ広告寺の勢力圏じゃないの。なんでここで争ってたのか。まあとりあえずちょっとよしとしましょう。あとでね取り返せばいいですからね。もともと広告寺の勢力圏だったんじゃないかな。ちょっと小田原の勢力圏のような気もするけど、でも真田昌幸が簡単にやられるとは。では進めていきましょう。
お指図を。一旦戻って小諸に向かいましょう。心せねば。で、あと小諸に出せそうなのは黒川城。小諸に向かって進軍いたしましょう。で、あとは大浦森信さん。こちらも小諸に向かって進軍いたしましょう。最低でも威風中の規模の戦いしたいですね。4部隊でしょ。5部隊、6部隊、7部隊、8部隊。うん、この部隊全部来ればいいですね。いいよ。いかに動くべきか。小諸に向かいましょう。素晴らしい。足早いな我らの部隊。お、小野寺さん、里美さん、おお、真田信行、素晴らしい。早く出世させたいですね。あ、戸沢守康、こちらの方がいいですね。騎馬大将、素晴らしい。血気持ちか、それだけちょっと残念だけど。この部隊が来るまでは一旦戻って小諸城に向かいましょう。さて、それではお金でね、ちょっとね、さすがにリフからは遠いので、南部さんまだ84日あるとはいえ、合戦せいぜい2回やるのが限界でしょうっていうところなので、次ね、万願寺をね取るために発展させた宇都宮に本拠地を移したいんですよね。だけどね、宇都宮に移すためには3万5千の金銭が必要になってくるので、ちょっとね、この3万5千の金銭を貯めるまでね、ちょっとね、お金は貯めていきたいと思います。お、名所発展、よし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 。さっきお金貯めたいって言ったのに、万願寺もうやるしかないな。これはやっときたい。これで小諸に行けばぶつかれるんじゃないか。あー、芦名守氏がやられてしまったか。撤退しましょう。忍びの襲撃にあったんですね。どう、これで8部隊以上巻き込めるんじゃない。8部隊7部隊か。ちょっと待ってよ。はい、それはないだろう。もうちょいか。いかに動くべき。一旦戻って小諸に向かいましょう。これでいけるだろう。宇の古いところは今。よし、これいける。これは絶対いける。8部隊。嘘だろ。もうちょいか。もういけると思ったんだけどな。一旦戻って、そしたら小諸向かいましょう。これでいけない。さすがにもういけるでしょう。いや、ぶつかっちゃったよ。よし、8部隊9部隊7万対9万。浮田直家が率いる織田家の部隊と戦っていきましょう。いやー、こちらには混乱部隊がね、4部隊ですね。正確には加勢さん、北信近、そして小野寺さん、そして軍神のね持つ上杉謙信という混乱をね操る部隊がね、まあ混乱の効果を持つ部隊がね4部隊いるのでね、ちょっとね、まあ戦っていきたいと思います。柿崎景家、本当はもう少しね兵力欲しかったんですけどね。左翼はちょっと南部、真ん中は謙信で向かわせましょう。で、あとは北信親と、あと伊達春宗でね、ちょっとね右翼をね抑えていきたいと思います。では進めていきましょう。こちら北信親と入れ替えていくか。では開戦です。さあ開戦ですよ。ここは絶対負けられないですからね。いかに動くべきか。南部さんで、こちら前田利家がどういう動きするかですね。で、強撃を仕掛けたいので、小野寺さんは
高台、こちらの高台重要ですからね。いや、加勢さんに応答させるか。で、小野寺さんは加勢、あ、でも加勢さんの方が強いんですね。そしたら小野寺さんに高台、加勢さんにサポート、北信近にも左翼のサポートに向かわせましょう。で、柿崎影家高台、で、こちらの要衝を上杉謙信に落とさせましょう。で、伊達春宗と安藤さんはちょっとね、浮田直家の様子を見ましょうかね。春宗ここまで進んでもいいかな。うん、安藤近世もちょっと進めてもいいですかね。多分ここの高台を狙ってくるんじゃないかなと思いますね。では進めていきましょう。まあそうだよね、狙ってくるよね。いよいよ押し潰せ。さてここから2万の部隊に対して、まあなんとかなるかな。小野寺さんが高台さえ抑えればっていったところですね。で、南部春馬さんも突撃を出していると。ここの戦い、高台を細川さんに抑えさせられるか、はい、そしたら北信親は小野寺さんの高台からの射撃を守るためにここのサポートに向かいましょう。加勢さんはちょっとこちらですね。いやー、前田利家とちょっと南部さんは少し怠慢勝負っていったところかな。ほぼほぼ同レベルの戦いですね。では進めていきましょう。はい、制圧。なるほど、ここで戦ってきていると。そしたら春宗前出して、安藤さんはここの高台からの射撃は、小野寺さんだけだな、届かないので、敵を退けます。できれば浮田直家を攻撃したい。奴は出場、今一歩です。はい、よいしょ、制圧。ここから高台射撃ですね。ちょっと待って、杉浦玄人も高台、軍を進め、柿崎影絵も下げましょう。敵は皆いたんすてくれ。高台からの射撃、杉浦玄人も引いてくれた。でもいいよ、このままこちらに引きずり込みましょう。今にあります。いよいよ、いよいよ。でこちら2部隊をちょっと抑えないといけないですね。滝川一益な混乱持ちなんですよね。これは厳しい戦いだな。前田利家をなんとか落としたい。で、宮部慶順を早めに落とし、上杉謙信をね、自由にさせたいですね。で、浮田直家は罵声なんですね。大した特性じゃないな。我が戦闘の切れ味、その身で確かめよ。では伊達春宗休ませましょう。で、安藤近瀬を前出しましょう。いやー、怠慢勝負が続いてるのはあんまりよろしくないよ。いよいよ南部さん防御が固くなってる。ただここの怠慢勝負はちょっと分が悪いな。まあ兵数が多いからそれでなんとかするしかないですね。いよいよ、おお、宮部慶順5000も残ってるのに撤退ですか。はい、そしたら、時は今ぞ。いや、はい、まだここで残そう。滝川一益の混乱が入ったのを見てですね、ちょっとどういうルートをたどるかだけど、ここまで引くか、これが正解だろう。我が先方の前には物の勝手はないわ。で、カズマスがどこ行く？ん？カズマスどこ行く？どうかご命令。で、謙信はここで休ませましょう。柿崎影家も
サポートに向かいましょう。はい、で伊達さん前出しましょう。進むぞ。では進めていきましょう。こう今にあります。将来これにあります。剣心はどうして強撃になった。あー、こちらの混乱が先に入ってしまったか。そしたら細川さんに対して小野寺さんで混乱をかけに行きましょう。これは仕方ないですね。で安藤さん休ませましょう。伊達さん前出します。あー、固有戦法持ってんだよな。これダメージでしょ、きっと。ダメージじゃないのか。まあ滝川一馬の混乱は仕方ないですね。劣勢だけど仕方がない。よし、混乱不要。これで強撃かければなんとかなるでしょう。で軍神のダメージが入る。いよいよ、いや7000のダメージはでかいですね。でさらに混乱も入りましたね。意味がないですけどね。お、土井さんが細川さんの救援に来たのかな。違う、南部を抑えるために来たのか。安藤近瀬前台しましょう。これにあります。勝つは出場。よし、ようやく制圧できた。伊達さん下げましょう。加勢さんが弱くなってる。よし、細川忠興撤退。いや、南部さん一旦下げよう。体力がないんだ。一旦休ませましょう。だから休ませるんだって。狙わないな。あ、下がって休んで、ちょっとは。で、右翼はちょっと混戦状態になってますね。柿崎影家のサポートに動かしたい。動くべき時は今ぞ。劣勢ぞ。春宗、少し、あの、柿崎影家少し休ませましょう。はい、壊滅。討ち死にはならなかったですね。ちょっと優秀な人はどんどん討ち死にさせたいですからね。で、小野寺さんは高台を抑えましょう。で、加勢さんはちょっとここで休ませましょう。土井さんがね、戻ってきたらね、ちょっとね、南部さんのね、春政のね、ちょっとサポートに動かしたいですからね。で早く滝川一馬を落としたい。でももう落ちるでしょう。でも強いな。体力こんなに少ないのに40以上ありますね。いやー強いな。いよいよちょっと休ませましょう。柿崎影家、北信親さん頑張ってくれ。マジかー、今混乱入ったかー。まあ仕方がないですね。こっちも軍神で7000もダメージ与えてますからね。はい、制圧。高台どんどん狙っていきましょう。いいよ、要所さえ今度は制圧すればね、勝てますからね。柿崎鍵へ前出してきて、いや、ぐるっと回ってこちら行きましょう。いいよ、要所制圧すればもう勝てるんだ。あと2つ要所制圧すれば勝てますからね。よし、滝川一馬すぐ壊滅。このまま要所制圧しに行きましょう。ダメか、安藤近瀬のサポートに回ろう。そしたら加勢さん混乱を入れてもらいましょう。で南波春馬さん休ませましょう。
いやもういいよ、槍無双は1000もダメージ入ったか。で軍神が入る、これで壊滅じゃないか。よし壊滅か、討ち死にでいいのにな。もうではこちら要所制圧しに行きましょう。この2つの要所を落とせば勝ちですからね。はい撤退、一旦下げましょう。もう兵力減らす必要ないか、引きましょう。はい要所制圧、これにて優勢勝利です。いやー被害は大きかったがなんとか勝つことができました。はい優勢勝利、相手は9部隊いましたけどね、壊滅は1部隊2部隊だけでしたね。さてこれでイフがどこまで届くかですね。あー初段ですね、どうせ仲間にならないでしょう。どこまでイフ届く、うん、2つかな、3つ取れたか、2つか、やっぱ2つですね。いかがだったでしょうか。まずは織田家との初戦、なんとか威風中こちらを発生させる合戦を行い、なんとか勝利を収めることができました。しかし織田の本拠地は畿内ということで、まあねちょっとぐらいね合戦で勝ったところでね、まあ体勢が緩いでないっていうねところがね、ちょっと今後もねまあ頭をもたげてくるかなと思います。いいところでね停戦勧告を行って停戦して、ちょっとずつちょっとずつ領土を切り取るっていうね、いつも通りのねまあ手法しかねちょっと使えないのかなっていうのがね、ちょっとねまあ今後厳しいところでございます。それでは今回はこれにて終了とさせていただきます。また次回お時間ございましたらぜひお付き合いをお願いいたします。